名古屋カレーうどんは愛知県名古屋市のご当地麺料理の一種である。同市内にはカレーうどん専門店が至るところにあり、独特の麺食文化が育まれている。カレーうどんという料理自体は明治末期の1908年頃、東京都新宿区和世田の三笹庵が洋食屋に奪われた客足を取り戻そうと考案したものが起源とされる。 カレーライスが国民食として広まったのと同様、カレーうどんも2019年現在では、日本中のうどん、蕎麦屋で食べられる、ポピュラーな麺料理の一つとなっている。しかし、一般的なカレーうどんは、かつお節など、うどん全般に使用される、和風だしのつゆをベースに、カレー粉を溶き、片栗粉でとろみをつけた、いわば、カレー風味のあんかけうどんに近いようなものが多い。これに対し、 本項目で解説する、名古屋カレーうどんは、口実するように、全国のものとは違う特徴があることから、名古屋飯の一種とみなされることが多い。名古屋カレーうどんのスープは、ラーメンのスープなどに使用される、鶏ガラスープをベースに、インドカレー並みに何種類ものスパイスを独自にブレンドし、辛み香りを出した上で、カレールーを作り、さらに魚介類系の和風だしを加えて作る。 スパイス出汁のブレンドは店ごとに異なり、それが店ごとに異なった多様な味を演出している。当日のシャチの家の場合、鶏ガラに加え薬味のスープと鰹節ベースの魚節系スープの2種類の出汁をミックスする。その上で東海地方独特の白醤油で溶いたカレースパイスと前日の出汁を混ぜ合わせて作る。この独自の組み合わせにより、 カレーの方向、スープの旨味が互いの魅力を引き立て合い、両立する。ルーのとろみを出すのは、全国版のカレーうどんと異なり、片栗粉ではなく、小麦粉である。この、どろりとした、だしとカレーが一体化して、非常に濃厚な、ポタージュ状のカレールーに、腰が強くもっちりした、ルーの濃厚さに負けない、極太のうどんを入れて提供する。 うどんの麺つゆにカレーを入れるというより、カレーにうどん麺を入れるという表現が合うのが、名古屋のカレーうどんである。普通のカレールーをうどんにかけた、一般的なカレーうどんとは異なり、片栗粉を入れなくてもとろみがあり、麺に絡みやすく、麺をすすってもスープが飛び散りにくい。2種類の出汁、様々なスパイスが効いたカレールーが、噛み応えのある極太の麺に絡み、独特の風味が味わえる。 具油揚げ、ネギ、豚肉を入れるが、かまぼこなど他の具材が入ることもある。カレーのスパイスの主成分はターメリックであることから、名古屋カレーうどんは二日酔い防止にも効果があるとされる。そのため、名古屋の酒好きの間では飲酒後の締めにカレーうどんを食べる食習慣もあるという。その先駆けとなったうどん菌は名古屋屈指の飲み屋街西木さんにあり、 深夜2時まで営業していることから、1982年に創業して以来、この食習慣を広めるきっかけとなった。2017年12月7日、日本テレビ系列で放送された、秘密の県民賞では、この、うどん金、工術の若シャチ屋を含め、錦一帯の名古屋カレーうどんが、錦の人気の締め料理の一つとして取り上げられた。また、うどんの代わりに、 同じく名古屋飯として知られる騎士麺を入れたカレー騎士麺を提供している店舗もある。2018年現在では若しゃち屋などのようにメインメニューにした専門店もあちこちにあるほど普及している名古屋カレーうどんは1976年創業の本店し地の家が元祖となった。当初若しゃち屋のの連名で創業したし地の家は 独自の製法で作り上げたカレーうどんが名物料理となり人気を集めた。名古屋市内の既存のうどん店も若社地屋に対抗すべく次々とカレーうどんに力を入れるようになり、それぞれに工夫を凝らして看板商品となる味を生み出していった。若社地屋はその後1985年頃になると4人の弟子を育ててのれんわけし、 そのカレーうどんの味は本店を含め4店に引き継がれた。しかし、本店で働いていた従業員が若社地屋という店名を創業者が商標登録する前に登録し、店を退職した上でフランチャイズ化した。これに反発した本店側は従業員を提訴し、商標登録の是非をめぐって民事裁判で争った。1992年、黒川の本家。 若社ゃちは、現在の、シャチの家に店名を変更した。そのために2018年現在、同店ののれ路上看板は、シャチの家の名前となっているが、2階部分に取り付けられた、看板は、若社ゃちのままである。このように業界内での対立の歴史もあったが、チェーン、若社ゃちは、ショッピングセンターへの出店に力を入れ、 ファミリー層から年配者層まで幅広い層の支持を得たことで新しい販売エリア、客層の開拓に成功し2018年現在では東海3県への展開のみならず東京23区を含めた関東地方にも進出している。その一方でシャチの家など町場の老舗店、個人店は通りの客を獲得し地元の常連を取り込むことに成功した。 このように、業界全体の大きなうにりにより、名古屋カレーうどんは、名古屋市民の間にまんべんなく浸透していった。21世紀現在では、シャチの家と共同開発したチルド生麺、鍋焼きうどんが、共にことほがきや食品から発売され、東海3県のスーパーマーケットで販売されているほか、チェーン展開する、若社ャチ屋も日本全国に向け、日清食品から冷凍食品として、 カレーうどんを発売している。その後も、シャチの家から、のれん分けした他の3店は、それぞれ、若シャチ屋を名乗って営業し、それぞれ微妙に味が異なるため、その中から、好みの味の店舗を持つ人もいた。しかし2018年現在、若シャチ屋極楽本店、若シャチ屋生命3店は、すでに閉店しており、本家系列の 若しゃ屋として営業しているのは、本店社地の家を除くと、若しゃ屋犬山店、若しゃ屋文家保護店のみとなっている。ありがとうございます。